どうも、トゾルです。はい、ということで本日はこちら、モンスターハンターワールド、久しぶりにやっていきたいと思います。すいません、インフルエンザでね、完全ダウンしておりました。生放送も動画もお送りできていなかったんですが、今日からまた、ちょくちょく復帰していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ついに、私、ドズルの今作、モンスターハンターワールドにおける、体験の最強装備が完成いたしましたので、紹介していきたいと思います。あくまで、私、ドズルが独断と偏見で、これが最強だと、思っているだけでございました。最強っていうのは、あれですよ。見た目も考慮しての最強です。なんで、スキルをもっとね、違うのつけたいとか、まあ、いろいろ好みがやっぱあると思うんですよ。体験も戦い方がいろいろあると思うんで、まあ、そこもいろいろ踏まえた上で、私が一番火力を出しつつ、さらに、見た目もね、いいんじゃないかなと。良くない?悪くないでしょ?そんなに悪くないと思うんだけど、こちらのね、装備紹介していきたいなと思います。まず装備一覧で、もう体験はね、これが一番安定の一本ですね。メッキの凶器、ネルギガンテの最終形態の体験なんですけれども、もうこれ背負っとけば間違いないです。体験たまに使うよっていう方も、とりあえずこれ作っとけば、これ背負っとけば、もう誰にも文句言われないと思いますので、こちらおすすめの一本となっております。あとは、頭からディアブロ、ダマスク、ゼノラージ、ダマスク、バズルグリーブ、そして、脳刀のレベル3のお守りをつけての、スキルがこんな感じ。もう体験といえば、集中と抜刀ですね。ここはもうマストスキルというか、もう誰もがつけているスキルだと思うんですけれども、集中レベル3、そして、抜刀術レベル3、ここの2つはね、まあ、好き嫌い関係なくて、まあ、体験だったらつけとかないと火力出ないよねっていうぐらいのレベルの話になってくると思うんで、まあ、つけましょうと。でこっからが、まあ、好みになってくると思うんですよね。私は今作はね、抜刀の一発目の攻撃力が若干低いんですよ、体験で。その代わりに新ため切りって言ってね、新しい強ため切りの1段階上のため切りができて、それがね、火力がめちゃめちゃやばいと。で悩みました。すごい悩んだんですけれども、やっぱ新ため切りね、発動するまでに時間かかりますし、その隙も大きいですし、相手に当たらないっていうこともあって、やっぱりもう抜刀で火力を稼いでいった方がトータルのね、ダメージが高くなるんじゃないかなと思って、やっぱ抜刀体験にします。で脳刀術をつけて、あともう一つがね、この超回心。この超回心がかなりこの抜刀術と相性が良くて、回心時の攻撃ダメージが普通だったらね 25% 増しなところを 30% 増しにしてくれると。でもうレベル1上げてレベル2までつけたいんですけど、レベル2つけようとするとね、他のこの抜刀術集中あたりをこう削ってしまわないといけなくなるので、まあレベル1でも十分かなと思います。で結構人気があるスキルとしては弱点特攻とかありますよね。弱点特攻っていうのは、相手のモンスターの弱点にね、攻撃した時に回心率が、15%、30%、50% で上がっていくのかな、レベル1、2、3で、15%、30%、50% で上がっていくんですけれども、これね、超回心の方が強いと思います、体験においてはね。他の武器は分からないんですけれども、弱点特攻で抜刀術つけてる人は超回心の方が火力が出ますっていうのも、そもそも抜刀術でレベル100の回心率が出るので、弱点特攻してもね、抜刀攻撃は上がらないんですよね。で、多分体験で弱点特攻つけてる人は新ため切り用だと思うんですけれども、新ため切りの、当たる回数とね、抜刀の当たる回数はやっぱ抜刀の方が多い上に、さらに、超回心でも、上げ幅っていうか攻撃力の上げ幅的には、こっちの方が若干高いか低いかぐらい、高いか低いかってどっちだ、どっちやねんっていう話なんですけれども、正確に言うと、こっちが 5% アップなんですが、この125が、130% なんですね、5% アップ。で、あっちの弱点特攻が、1レベル上げて 4% アップかな、 3.何%アップ。ただしそれは、新ため切りのね、やつが 3% のせになると、やっぱりモーション値って言って、そもそもの攻撃力が高いんで、まあ、あっちの方が火力が出てるように見えるんですけど、トータル多分こっちのスキルの方が、体験には優秀だと思います。はい、ということで、かなりベラベラ喋ってしまったんですけれども、私ドズルがね、思うこれが多分最強なんじゃないかなと。まあ見た目も含めて、やっぱ自分が好きな、装備を使うのがね、一番だと私は思っているんですけれども、まあ、私はこれを使いますと、いうところでベラベラ喋っていったのです。じゃあこの猫さんのね、猫さんの装備も一応見ていきましょうか。猫さんね、いろいろ装備あるんですけど、どれもね、今作可愛くないんですよ、マジで。これちょっと共感してくれる方探してるんですけど、猫のね、装備が今作マジ可愛くなくて、まあ唯一
ちょっと可愛いかなっていうこの宇宙服ね、着させております。まあ、こんな感じで、この装備でね、今後体験は頑張っていこうかなと思っております。で次、ハンマーと、あと狩猟笛ね、一応作っているのでハンマー装備もちょっといろいろこだわっていきたいなと思ってるんですけど、なんか使用頻度、武器の使用頻度別ランキングみたいなの見たんですけど、体験が2位でハンマーとかね使用率 2% とか 3% らしいですね。びっくりした。あのハンマーって結構人気武器だと思ってたんですけど、今タッチと体験でもうあの 25% ぐらい占めていて、あともう本当に、あ、違うわ、タッチが 20% ぐらいいたのか。で体験が 10%で、もうその2つでかなりの、人数占めていて、他もね結構こうランスとかハンマーとか今人気ないんだなっていうのを改めて感じました。でチャージアックスとかが人気あるみたいなんで、チャージアックスとかちょっと練習してみようかなとは思っております。まあガンランスランスとかもね、あの渋くていぶし銀な感じでね、職人技が光る武器なので、まあそういった武器もちょっと練習しつついろいろお送りしていきたいなと思っております。はい、ということで本日クエスト行くつもりだったんですけれども、ちょっと喋りすぎたんで、今日の動画はまあ装備を、紹介するっていうただそれだけの、動画になってしまいましたが、 あと一つ言うの忘れてた。頭のねこのディアブロヘルム、これめちゃめちゃ優秀で、抜刀術2つついているにもかかわらずレベル2のスロットが1つついてるんで、体験使いの方はこれを主軸に考えた方がいいと思います。ディアブロヘルムは、まあ、マストで積んでいい、装備なんじゃないかなと私は思っているので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、結構ねいつもよりなんかマニアックな一面がおしゃべりしてしまったかもしれませんが、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。結構ね私のキャラクターブスって言われるんですけど、ブスじゃないよね。でもちょっとなんかムスっとしてるのは否めないな。わかった。はい、ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。